皆さんこんにちは、ワンダリグルビジです。では今回はシンギレンの野望キシレア編、最良エンドを目指す続きをやっていきたいと思います。前回までにですね、拠点としては、オデッサ、トリトン、ベルファスト、マドラスに北京、この辺りをね攻略済みです。残された敵の拠点が、ハワイと、あとは北米2つ、ニューヨークと、あとはここキャリフォルニアで、最後残っているのがここジャブローということで、今回はね、ジャブロー攻略作戦本格的にやっていきたいというふうに思います。ではまずターンを進めちゃいましょう。モビルスーツ部隊をジャブローに向かわせるためキリマンジャロに集結させて、そこから海を渡ってジャブローに直接攻撃をかけたいというふうに思っています。なので、キリマンジャロでジャカジャカと、モビルスーツ部隊を集めていきましょう。で一応ね、分散している敵に関してはこのまま分散させたいので、ある程度のモビルスーツの数は、各地に、派遣したまま動かすというのを想定しています。ジャブローに敵も集結されるとそれはそれで少し面倒なことになるので、そうならないようにというところですね。あまりにもね数を割きすぎるとそれはそれでピンチにはなるので、ちょっとここはマドラス委任を解除して自分で攻略戦やっていきましょう。敵の数が少し増えてます。ただここはフィッシュアイは捨ておいてもいいかなと思うので、一旦部隊を真ん中に集めちゃおう。ここで敵を迎え撃つ、上陸してきたところを叩くという作戦ですね。敵にペガサス級がいたのであれだけ注意が必要かな。ペガサス級がどこに来るかで、ちょっと変わってくるかなとは思います。パワーが減っているものは一度ガウに収容しちゃいましょう。ペガサス級にね単独で攻撃を仕掛けるのは危険極まりないので、それだけはしないようにします。ズゴックをもうちょっと数増やしたいよね、マドラスに関しては。一方的に破壊されるだけだからな、ここからだと。ガウはどうだ、ガウガウならあるいは、敵基地攻撃ができるのかもしれない。あとは貴重なズゴックをうまく使いましょう。フィッシュアイがやっぱり意外とね、前も言ったと思うんですが火力が出るんですよね。なのでこのフィッシュアイに、味方のズゴックがやられないようにだけは気をつけます。
気をつけると言いつつ、なんか次フィッシュアイの総攻撃を受けて潰されそうな気もしますけど。ここ、こらえられない。ズゴックが一気にやられた。貴重なズゴックを失った。これがあるんだよね。いや、ここはあえて攻撃に出なくてもよかったかな。まあ今更だな。まあ一気でも多く沈めましょう。敵のフィッシュアイを。で、マドラスでは次フィッシュアイをもう一隻増強します。一緒やしない。ズゴックを、もう一機、もう二機、三機と増強してもいいかな、場合によってはね。オデッサは任せちゃいましょう。特に問題はないと思います。まあ、マドラス、オデッサは敵場で近づいてくる気配があるので、まあ、そこだけは注意が必要かなというふうに思います。では、まず、兵器の改良で、ズゴック S、ズゴック E、まあ、それぞれ指揮官型と改良型に関してはすでに改造済みなんですけども、まあ、いわゆる普通のズゴックに関しては、手を入れてない状態なので、ここは水力強化と装甲強化を入れて、ちょっとね、力を上げておきましょう。で、その上でモビルスーツを作っていきます。まずは、忘れちゃいけない、マドラス。ここですね。ここでモビルスーツを生産。生産するのは、さっきやられたズゴック。これを、思い切って、5機ほど作っちゃ、6機作っちゃいましょう。これでもう、マドラスは手を焼かなくて済むでしょう、という目論見ですね。で、一度ダメージを受けているズゴック隊ですね。これは、オデッサに入れて、オデッサで敵を迎え撃ちましょう。まとめて相手をするということですね。で、ここでもズゴックを6機ほど生産しちゃいます。で、肝心のキリマジャロ。ここでもモビルスーツを生産。ここでもズゴックになるのかな。ゲルググタイプはどうなっている。ゲルググはもう全部使っちゃってるもんね。ガルバルディかケンプファーか。まあここは数で勝負。ズゴックでいきましょうと思ったけど、ズゴックももういっぱいか。アッガイとかちょっと作る必要を感じないので、ケンプファーにしましょう。で、モビルスーツ部隊発進させていきましょう。まずはザンジバルからだな。それに伴って、未配備の人たちは、配備しちゃいましょう。と思ったけど、もう全員入ってるね。これを見る限り。では、モビルスーツを満載してる人たちから、出撃をかけていきます。ザンジバルから。このまま、ジャブローへと進行。まあ、幸い、モビルスーツの数は揃っているっていうのと、あとはね、この後も続々と集めてはいるので、彼らをさらに、あ、解任しちゃった。この操作ミスたまにやるんだよね。ギャン。シーマ専用ゲルググマリーヌにシーマを乗せて、で、搭載していきます。
あとはまだ満載してる人はいないよね。なのでモビルスーツを乗せていきましょう。モビルスーツをジャカジャカ乗せて、ザンジバル海火力不足は否めないものの、輸送能力が大幅に増強してあるので、これで一気に敵拠点ジャブロを突きましょう。これでほぼほぼいっぱいになってきてる。もうちょっと艦船が必要かな、そうなると。で、出撃させていきましょう。モビルスーツの数がちょっと足りないかもしれないですね。まあ遊ばせておいてもしょうがないので、各拠点にいるモビルスーツ部隊を出しましょう。そうするとモビルスーツだな。何でもいい、今は数が欲しい。ゴックで、さらに各拠点からモビルスーツを輸送させましょう。どうよここ、ビグザムがいればまあ落ちることはないであろうというもと、ゲルググキャノンにケンプファー、すごくいい。いやー大丈夫だよね、ビグザムいれば。ビグザムとガウがいれば大丈夫でしょう。おっと間違えた、彼らを輸送しちゃおう。ケンプファーとズゴクイ、ズゴクイは今入ったばっかりだから無理って言われちゃう。うちはズゴクの S だな。さらにキャノン、これでモビルスーツの数は大丈夫かな。ちょっと心配な気もしますが、一旦輸送する2ターンで。で、さらにマドラスはどうにもできないので放っておいて、ここ結構モビルスーツの数多いけど、ここも今敵が入ってるんだな。トリトン基地はというと、トリトン基地からズゴック、いやズゴックじゃないな、ここはこっちだよ。これをキリマンジャロへ輸送。ジョニー・ライデン、ジョニー・ライデンの帰還だな、まさに。これで行きましょうか。本当は北京、あるいはオデッサからもうちょっとモビルスーツ出したいところですが、宇宙はもう地球に降下できるモビルスーツはない、宇宙専用機しかないので。北京はモビルスーツが出せないね、これ以上は。
マドラスももう任せちゃって大丈夫かなと思います。まあ、ただ戦いに決着はなかなかつかないかな、マドラスはね。数をだいぶ取られてしまってるんで、しかも会場に、オデッサも委任しちゃって大丈夫でしょう。敵のモビルスーツの数は2機なので、2ターンかけてジャブローに向けて、まあ攻略するための輸送中の部隊をうまく編入して組み入れてやっていきましょう。外交も強化しておいて、あとは世論を指揮だな、臨時配給入れとく。支持率上げてこれでいこう。でモビルスーツ部隊だ。ザンジバルの数がそれなりに揃ったね。なのであとはやっぱりモビルスーツだね。グラブロ遠回りしてでも一応ジャブローには入れたい。マクベも出れるね。じゃあまずは先行している部隊から進めましょう。あんまり前に出しすぎて敵がね迎撃態勢取られても厄介なんで、まあ、この辺りまでの進出っていうのを一旦目処に、海を渡っていきましょう。水陸両用タイプをある程度揃えてはいるので、敵が出てきた場合は、まあ、それらのモビルスーツを出しましょう。まずマクベでしょう。さらにこんなもんか。グラブロがもう一機いたね。これも出す。あとはもう8機搭載しているものは出しちゃう。ザンジバル足が遅いしね。ガウも出す。このゲルググも収容しちゃいましょう。で2機で頑張ってもらう。マリガンも出そう。もうでガウは1機は残しておいて、ゲルググをその代わり発進させて、このゲルググを違うところに乗せちゃう。ザンジバル海、まあ輸送能力は強化してありますけど、やっぱりね、ガウに比べると劣るというのは事実なので、ガウの輸送能力を最大限に活かします。ガルマとガデムも出しちゃう。こんだけ数出せばさ、さすがにどうにかなるよね。で生産します。一ターンで作れるものがいいので、一ターンで作れるものかつ水陸両用だとなおよし。ガウを、うん違う違う、ゴクをこんだけ、いやー詰まってるね。詰まってるわ、どうにもならない。マドラスはさらにモビルスーツ部隊が、敵モビルスーツ部隊がやってくるね。じゃあマドラスは既存の勢力で迎え撃つとして、ここオデッサにも敵が迫ってるので、この迎撃のために戻します。一度グラブロ2機もジャブローへ向けて出撃、これでいいでしょう。今実は
まあ、1日に何話もというわけにはいかないんですけど、ゼータガンダムを見直していてですね、アムロ再びまで来ましたね。またね、カツが微妙に愛されないキャラを演じてるのが何とも言えない。で、北京は任せちゃいましょう。というか、もう敵の数が少ないところは基本的にもう数は少ないので、任せちゃって問題はないかなというふうには思ってます。だそこに戦力を割いておくのはちょっともったいないのでね。できるだけ早く型をつけてあげたいという気もするんですが、まあマドラスはもうこのままでしょうね。さあここでだいぶ数が作れるので兵器改良で、ここも、ゴックを改良しておきたい。ゴックはね、水力がちょっと難ありなんで、水力強化をまずマックスまで入れちゃいましょう。で、その上でさらに装甲も強化する。初期生産型のゲルググもちょっとここに来て強化して配備をしていくしかないね。その他だとどうだろう、一旦モビルスーツ部隊を作ってから考えますか。いきなりキリマンジャロからこれだけの大部隊が迫っているって知ったらちょっと驚くだろうな。連邦、もうモビルスーツの数もそうですけど、こんだけザンジバルが並んでるっていうのもそうそう見ないですよね。こんだけのザンジバルを並べて、さらにザンジバルが出てくるんで、おっと解任しちゃったよ。これたまにやっちゃうんだよね。ジョニー・ライデンにはケンプファーに乗ってもらう。でだ。ガウに乗った、ケンプファーのジョニー・ライデンは早く前線に到達させたいので、これでいいでしょう。ちょっとこうなるとあれだな、モビルスーツもうちょっと増やしたいな、何機も。ただこれ以上どうにもならなそうなので、生産ができないので、輸送できるなら輸送したいけど、数は足りないよな。ここも一度オデッサは駐留させて、オデッサで迎え撃つ。でマドラスは部隊出せないし、北京も出せないんで、トリトン基地はどうなっている？トリトンもゲルググ一気に数知れてるもんだ。では、こんだけの数で攻めましょう。これだけいれば勝負になるでしょう。
まあ、連邦の方はもうそんなにね、おそらく資源としてむちゃくちゃな数が作れるような状態にはなっていないはず。あ、しまった、グラブルを動かし忘れたな。グラブロもジャブローに進行させたいので委任を解いちゃいましょう。そうだ、各拠点にはお金に余裕がある、資源に余裕がある。今のうちにビグザムをもう一機ずつ配備しよう。そしたら防御戦力をだいぶ少なくすることができますよね。それがいい。そうします。で、代わりに、キリマンジャロに部隊を集結させる。それが一番なんか賢いやり方な気がするんで、ビグザムを各拠点に配備していこう。生産。まあ、間に合えばなんですけどね。ビグザム。生産。モビルアーマー。ビグザム。生産。モビルアーマー。ビグザムと。ビグザムもう一機だけか。じゃあもう一機のビグザムは北京にしよう。で、代わりに、ここトリトン基地は、生産するモビルアーマーを変えよう。どうしようかな。ゼーゴック。作っておこう。これでもう、盤石でしょう。守りは。で、グラブロはしっかり自走車に変えて、敵拠点を攻撃にかかろう。こんだけのモビルスーツの大部隊を出してるんで、これで決められなかったらちょっとやり直しせざるを得ないぐらいの時間をまた使うことになっちゃいますね。で、前線の方は一応ね、あのミノフスキ粒子は散布しておきます。で、空のザンジバル海。まあ、これもただ空とはいえ、拠点攻撃を始めた時は重要な補給基地として使えるので、このまま進めていきましょう。で、前線は一応ね、散布しておきます。濃ければ濃いほどいい。宇宙にね、ジャブローからモビルスーツ出してくれたりすると結構楽だったりするんですけどね。戦力が分散してくれれば。まあ、ただ敵基地まだ4つ、アメリカ北西、北東、それぞれキリマンジャロと、ニューヨークとキャリフォルニアが残っていて、さらにハワイとジャブローも残ってるんで、まあ、あの分散はさせることはできてるかなとは思うんですよね。なのでジャブローに100機200機のモビルスーツがいるっていう状態には
なってないんじゃないかなとは思うんですが、まあでもこれで100、150とかモビルスーツがいるとちょっと攻略がままならないかなというところなので、まあ次のターンあたりで突入は難しいので、一旦敵上の偵察にお金を使いましょう。まあ、幸いお金ちょっと余り始めているというのもあるので、情報ですね。敵軍調査、敵地占領、さらに予算投入をする、破壊工作、ジャブロで、あとは特別で資源を購入しとこう。で必要になるかどうかは別にして、モビルスーツ生産できる、できないね。まあモビルスーツ自体失ってないのでしょうがないですね、こればっかりは。ガンダムガウがちょっとこれ以上ダメージ食らうのは嫌だな。もう2ターンはかかるね、後続の部隊が突入するのも考えると。なのでもう2ターンはなんとかこらえてもらうしかない。後続がちょっとどうしても追いついてこないので、まあ、空のザンジバルはね置いといてもいいと思うんですけど、今グラブロのいるラインの部隊はなんとか間に合わせたいかな。かといって敵も増援が来ると面倒なんで、ちょっとここはタイミングだけは見ましょう。ちゃんとあとモビルスーツの生産だな。といってももう生産できる拠点がほぼない。そしたら高コスト機体を作っておきますか。どうせ作れないというか投入できるには時間がかかっちゃうんで。モビルスーツゴック、いやー結構金かかる高コスト機体になってるわ。金というかまあ資源か、2030使いますからねゴック。まあ、ただこれで北京も盤石でしょ。あと唯一心配だったトリトン、ここにもモビルスーツゴックを配備すれば完璧かな。ベルファストはなぜか狙われてないので、まあ、放っておいてもいいかなというところですね。まあ、一応、ここも、モビルスーツとしてはゴッグを作っておいて、これでもうモビルスーツの生産は、一段落かな。では、時間を進めます。グラブロが落ちるとちょっともったいないで、せっかく拠点攻撃に向いたモビルアーマーなんで。
もう北京はね、新しくモビルスーツ、水陸両用タイプを配備しない限り、進展はないかな。マドラスもそうですよね。ただモビルスーツも今、マップ上に溢れてるんで、数が減らない限り出れないんですよね、おそらく。そう考えるとやっぱりもう、ここはジャブローの攻撃、拠点攻撃を始めましょう。で、ここも同じくですね、破壊工作でジャブロ破壊して予算投入して敵地軍調査もすると、ここまでかな。で、特別では資源購入をしておく。で、モビルスーツはどうせ作れないので、もうこのまま指揮を始めましょう。よし、次のターンいよいよ拠点攻撃できるね。あとはしっかり、ミノスケ粒子を散布して、ダメージをできるだけ受けない状態にしておきましょう。まあ、ここで索敵する必要も、もう戦うつもりはないので、あくまでも、ミノスケ粒子の散布に専念します。で、この後はギレンでノーマルでプレイしようかなと思ってて、そこでガトーを介入キャラとして、出現させるような、狙いでやっていきたいなというふうに思ってます。なんかもう勝った気で言いますけど、このジャブロー攻略戦に関しては。まあ、ペガサス級が溢れるよなー。グラブロ、残ったね。よく残った。一回でもいいから敵に攻撃してから沈んでほしい。まあ、北京も動きなく、マドラスもおそらく動きはないはずなので、次のターンでジャブローの攻略戦、本当に始めましょう。で、敵軍の数、ちょっと様子を見ましょうか。どれくらい数がいるか。で、エルメスのような強力なマップ兵器を持った、モビルスーツ、モビルアーマーによる拠点攻撃というふうにはならないので、まあ、そこだけね、時間がかかる可能性があるかなというふうには思います。では、突入していきましょう。敵の部隊数はやっぱり不明だね。まあ、東西とあと南からの進行になりそうですね。これを見てる限りだと。で、あまり、まあ、イージーなんて考えてはいませんけど、水陸両用タイプは東からとか、そういうね、まあ、作戦上の、戦術上の、投入、方面っていうのは、高難易度になってくると、きっと必要になってくるのかなというふうには思いますが、まあ、ここはイージーなので、まあ、そこまで気にしなくても、おそらく、これだけのモビルスーツの数を投入すれば、
まあ問題なく型はつけられるんじゃないかというふうには思います。で、ここまで引っ張ってきたグラブロ、グラブロは何、拠点に入れないの、マジか。じゃあ周りの敵を一掃しといてもらおう。グラブロはジャブロに入れないのか。これはちょっと今日疲れたな。ガルバルディも失いたくないからな。ちょっとここは2つザンジバル入れませんでしたけど、まあ、よしとしましょう。ジャブローにどれくらいモビルスーツがいるか、敵情視察、情報活動を始めるのが遅かったので結局分からずじまいで入っちゃったんで、まあ、そこだけ心配ですが、まあ、ただ冒頭お話したように100機200機って数はいないと思うので、まあ、地球上宇宙含めて、まあ、拠点半分以上ジオンが抑えている以上は収入も資源もジオンなど上なので、そこまで数はいない。41機。うち、10ぐらいは固定砲台になってるはずなんで、まあ、十分に、倒せる数かな。あとは、この中に、サイサリスが混ざってないこと、それくらいかな。いなそうだね。これだったら十分に、倒せそうです。こんだけの数揃えてくるっていうのもね、イージーだからできたかなとは思うんですけど、さあこれで全部動かし終わりましたね。ターンを送りましょう。右上からの方も敵のペガサス級が入ってきてるな。いや強いな、敵のモビルスーツ。そうは言っても今の結果を見てもらっても、ヤザンだったか。さっきのは3連星のゲルググ、ただ無人機です。これが撃墜されました。さあ、味方、ここからモビルスーツ部隊も出していきましょう。ガルバリー。ゾックも出していく。キャノンはちょっと動けないか。足が微妙すぎる。
この辺りはもう思い切って敵情深くまで入り込みましょう。モビルスーツ一機落としますか。ギルググを落としていこう。制圧させて、まあ後続の部隊がっていうことはないと思うんですけどね、もうここまで来ると、まあ、一応補給線は確保しておきます。ここはおとりのズボックを出そう。残りのズゴックを出して、残りは前へと進む。ここも、ゾックを出す。キャノンがちょっと足が遅すぎるな、ここだと。さすがにキャノンでは、どうにもならないか。他の方位からもモビルスーツを進めていきましょう。ガウがむちゃくちゃ反撃食らったな。確実に敵の数を減らしてます。ズゴックが3機やられた一度にガウも一隻沈められましたね。まあさすがよというところかな。ただもうここまで来れば大丈夫かな。委任しちゃいましょう。じゃあ全軍委任です。数を頼みに押し切る。連邦がやっていたような戦い方ですけど、じわりじわりと迫っていきます。まあ、敵はもうモビルスーツ数は出せないはずなので、ここまでの差を出せばもう終わりですね。ではゲームを終わりにしていきます。なので次やる予定のギレン編のノーマルはさすがにここまでねイージーに進みはしないと思うので、もうちょっと戦略的に、そして、実際のね拠点攻撃の時は戦術的に考えていく必要があるかなとは思います。そうか、もうどうでもいいやと思って何もしませんでしたけども、ガルマとか一応ジャブラの攻撃に突入させればよかったね。
ではジャブローですね。敵モビルスーツの数ちょっと増えて8。これはどっからか生まれてきたのか、それとも侵入してきたのか。よし、これで戦争終結です。見ていきましょう。エンディングです。はい、という形で、まあ、キシリアザビが英雄になったということなんですけども、まあ、ちょっと笑っちゃいますが、というわけで今回はキシリアザビ、最良エンドを目指すということで、エンディング見ていただきました。いかがでしたでしょうか。これで介入ポイントまた少し増えたので、この介入ポイントを使ってですね、今度はギレン編の最良エンドを目指して、今度はガトーをね、解放していきたいというふうに思います。では続きもぜひぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方ぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。